はい、月曜ですね、4月18だって、まあ、曜日がもう分かってねえや。はい。まあ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 、今日は天気が関係してるんで、まずサンダー掛けやっていきましょうか。ちょっとウッドデッキを作っていきます。はい、じゃあまず、こやつら全員サンダー掛けしていきましょうか。あと、納屋にも、まあ、あと納屋にもまだいくつかあるんで、それも持っていきます。はい、じゃあやっていきますか。はい、これらをバッテリーと体力は全体で、まあ、サンダー掛けしていきます。はい、以上です。今回はもう本格的にウッドデッキ作っていきます。まあ、今思えば、かなりできるまでは早かったような気がしますね。あんだけ結構できるまで時間かかるとか言ってましたけど、まあ、振り返ってみるとこんな時間かからなかったなっていう感じですね。でそして画面、まあ、動画画面にね、あの山積みにしてあったやつがあるんですけど、この足場板が全部隣からもらったものになります。まあすごいでかいですよね。これ風板をまともに、風板を1枚1枚買ってまともに揃えたら多分2、3万かかってますね。だいたい家庭でやるつもりだったんですよ。1枚1000円ぐらいだし、で最大のボタンっていうのはやっぱ戦争ですよね。だからそれがあるとあって、家庭化が確かね908円で買えるやつが確か1200〜1300円ぐらいまで値上がった時期でしたね。確かこれやってらんねえよっていうところでのこのタイミングでしたね。本当にマジで。やっぱ釣り代ももらっちゃってすごい助かってますね。あれ確か20畳分ぐらいもらってるから、ものすごい、助け船っていうか、ものすごい縁でですよ。ねえ、だって3年前に家買って、いるかいないかわかんない、そんなね、幽霊部員なやつにね、声かけてくれたり、なんか意外とね、気にしてもらってるんだなっていう、そういうところがすげえびっくりしましたもんね。でだから、あとは最近だとね、簡単で一生懸命屋根作ったけど、いや、これじゃ屋根、壊れるよまたっていうふうなことを言っていて、まあでもお手上げですね。だから今年に関してはもう雪を下ろしに来れる場所に、まあ、出稼ぎに行くみたいな感じっすね。もうそれしかない、もうそれしかないっすよ。まあ、だいたい高速で 3、4 時間で帰ってこれる場所にしたいっすよね。だってそれはもう必要経費でしょ。だって家が潰れるのにさ、ねえ、それで3万、それで往復で多分1万2、3000円なんだから、それはいいと思うよね。だってバッテリー、このね、バッテリー上がらないように乗ってればいいし。まあ一応お金はかかるけど、じゃあね、雪を見に行けて、車のバッテリーもね、充電できて、あとは積み込みでね、車が埋まらないように、車を動かせてもいいし、山頂なんて無理やり思えるようにしてれば、全然 OK ですね。で、いかんせん、その夕立が来たり、夕立がね、1日3回とか来た時期なんですよ。天気安定しなくて、いやそれがきつかったんですよね、本当。あー、今ないや、今何分経ったろう。今2時半です。だからね、10分、まあ、10分で1枚ぐらいのペース、こんな感じです。これ結構1日これで終わっちゃうっぽいね、今日は。あとはですね、ひたすらにこうサンダーで削ってます、表面を。で、なんで表面削るかって、まあそれは弾いちゃうからだし、多少削って、このギザギザにした方をして、あの、ちょっと木の内面を出した方が、木が強いんですよ、これを。で、これは防腐剤を対象にこう、塗るんですよね。で、1回目と重ね塗りをする2回目って全然違って、1回目にこうやって表面を削ってて、塗るよりかは、まあ、塗料を、垂らしてですね、ベジベジにした方がいいんですよ。そうで、塗るよりかは染み込ましたいんで、
はい、今は3時半ぐらいです。まだ夕立が来るくらいからちょっと急ぎますわ。ちょっと曇ってきたね。あ、今塗るよりかは染み込ましたいんですよね。あの SPF 剤に緑色のなんか板あるじゃないですか、ホームセンターに。で、あの緑色っぽい、まあ、黄緑かなーって血色の悪い色っていうか、あれをパカってパカっていうか、まあ、チューンと切ると、まあ外側1ミリ2ミリ緑色をしておりますよね。そして防腐剤が染み込んでるから結構腐りにくい、長持ちする木になるんで、1回目できるだけ切りつけて、クレオパワーを染み込ましたいんですよね。だから気をつけてます。はい、やっと半分終わりました。意外と半額終わりそうだね。ちょっと今日夕方が来そうだから今日急ぎたい。そこをしてるうちにやっぱり来ちゃいますね、夕立ちがね。こんだけね、おがくずにまみれててね、とにかく終わらせないとダメなんだけれども、この日は終わんなかったですね。これ夕立がもう来るぞ来るぞ来るぞっていうような空なんですけど、まあそうそう来たかみたいな感じでした。でもまあおがくずというか、その夕立が来そうになると風が少し出てくるんで、ここはどうしても小文字回廊っぽいところなんで、風がこう、つむじ風を多少作るんですよね。だから舞い上がったおがくずがですね、結構体にかかります。雨降ってきたから撤収。はい、子供に関しては一応プレオープンしてます。今年10月20日までで出かけてきます。まあ、プレオープンできるものは、まあ、そこにもいいですよね。